ちらが城崎温泉駅です。駅の前には特急に合わせて各旅館まで送迎してくれるバスが待機しております。城崎の名物といえば里湯巡りです。駅の横には早速里の湯という大きなお風呂があります。足湯もあり、ここはいつも人でいっぱいです。こちらが温泉で一番人気の御所の湯さんです。美人の湯と言われているので女性はぜひ来てみてください。大谷川沿いの岸壁に使用されている六角形の岩は福丹大震災の際に玄武洞で崩れ落ちた玄武岩を使用しています。川沿いの柳並木はとても風情があり多くの方が写真撮影をされています。駅通りには電線がありません。電気、ガス、電話、消雪パイプなど生活に必要なパイプは全て地中に埋まっています。お土産屋さん、魚屋さんがたくさん並んでいるので到着して早速楽しんでいただけます。